五条悟のその瞬間移動みたいなのも発動条件があるみたいなこと言ってたもんな。そういうことだよね。そっか、こっちはロボット山だったんだな。最初来たんだよな。でもちょっと危ない気がして帰ったんだよね。大丈夫ね。さっきのさ、ジョンの戦いちょっときつかったんだけど。あ、ポスティングがあるな。ポスティング、よかった。なんだ今の。ん、何、ネズミの尻尾。セーブしたから、え、あ、でもこっちじゃないか。あっち、武器の加工屋さんかな。お兄ちゃん、お腹すいたよ。え、弟とかそういう可愛いことを言う割にはでかいぞ。そっか、ちょっと待ってろよ。確かこっちの棚に。ん、こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。うん、いらっしゃいって、ここお店なの。え、武器の加工屋さんじゃないの。はい、と言っても今はできないんだけど。なんで。普段は奥にあるロボット山から金属を掘ってきて加工して売ってるんです。はい。ロボット山で。え、危なくないそれ。そうです、昔は軍事基地だったらしくて、いい素材がたくさんあるんですよ。ちょっと危ない場所なんですが、背に腹は変えられないというか。家族を養うために。君たち二人だけでやってるの。父さんは弟が幼い頃に死にました。母さんは仕入れに出かけてます。え、それも戻らないってこと。7つ。お母さんもうこれだけ帰ってきてない。それは1週間も。最近は奥の方まで行かなきゃ素材が手に入らないらしくて。それはちょっと。お兄ちゃん、お腹すいたってば。素材さえあれば武器の加工ができるんだよね。うん、ええ、でも山の中は危険で僕らだけじゃ。危険か、行きたくねえな。素材は僕が取ってくるよ。ちょっと僕の武器も強化してもらいたいし、それにここで働くには素材がもっと必要でしょ。それはそうですが。お人よしなんだよな。どんな素材が必要。その武器でしたらチタン合金が3つ必要ですね。その武器って今持ってる武器のこと言ってる。ロボット山の中にいる防衛ロボットたちから入手することができます。防衛ロボット。あとこれ、ロボット山の地図です。複雑なんで必要だと思います。ありがとう。気をつけてくださいね。本当に危ないですから。必要なのは。行きたくね。お母様、行きたくね。戦いたくない、怖い。いやー、そういえばあのボーボワールさんも危険な目にあったって言ってたもんな。あ、でも地図が手に入った、よかった。こっちは行けない感じ。行けないな。怖いな。防御。あれ、これは何。ん？エレベーター？地下になんかあんの？
行きたくねはい、あ、ネズミの尻尾、行きたくないけど行くしかないんだよな。チタン合金、わ、工場だ。そりゃ工場なんだけど、もう廃墟とかいいよね。廃墟の写真集とかさ、見るの好きだよ。あれ、手紙を毎日書いてるけど。明るいな。ここはまだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。旧世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。大丈夫か。いや、セーブしたもんな。わあ、なんか敵のアイコンが見えた。矢印。この辺は大丈夫だな。ねえ、怖いんだけど。あ、ちょ。はい。なんか敵おるな、敵おる。意外といける。これ防御が大事って言われたから。ああ。こっちは、あ、いける。やだ、どうしよう。こっち行こうかな。こっちはいけない。赤いところはいけない。ん、これを動かしてなんかする感じ？あ、この上？あー、なるほどね。いや、怖いな。本当に怖い。こういうダンジョンでワクワクする方って、まあ、よくよくいらっしゃるけど、私は違うんだよな。もうドキドキ。まったく、こんな錆び臭いところに我が来ようとは。シロはすぐブツブツ言うんだこのやりとりは可愛いんだけどな。あ、敵おるね。敵おるね。知ってる。お、見つかってる。あいあい。正面に立つとやばいんだな。変な攻撃しとる。壊れた腕。目的は達成してないよな。あれ？チタン合金。チタン合金。って誰？私今これどこ行ってる？あ、正面はやばい。行った。一個しか出せないか。機械なのに血が出るの？なんだ？開かない。いや、でも意外と結構きついね。子供のやる仕事ではない。二人ともちゃんと食べてるかな？
兄貴が心配であるな。自分の分まで弟に言いそうだ。レアアイテム、正面に立つとヤバいんだよな。そら、あ、じゃんにゃん、方向転換すな。はい、これでいけるやろ。よしよしよし。ねえ、チタン合金って、チタン合金ってさ、どうなの？どない？壊れたアンテナ。いや確かにこれやば。戦い方が分かってきたな。あ、チタン合金、チタン合金もらいましたね。素材系チタン合金1個。こっち多分ゴールじゃないな。先にこっち行こう。いやー、 HP でも 30% だから一回回復しとくか。何これ。まあこのアングルやめ。できない感じ。OK。 ねえ、ロックオンは？はいはい。食らいたくない。戦い方が分かってきたんだ。あ、くそくそ。出てくるね、よう出てくるね。あ、イクラマンだ、イクラマンだお前。チタン合金やった。素材はこのくらいで十分かな。あ、こっちがゴールだったか。こっちもでも HP いけるやろ。ちょっと行ってみよう。あ、ちょっと待って、敵多くない？敵多くない？何？この中にいっぱいいるな。いや、どうしよう、行っとこっか。あ、何体だ、いけるか。え、でっかくない？大丈夫。あー、それだけかな。でも一回壊しとくか。よし、これで全部回れたね。よし、帰る帰る。こんなとこもう痛くない、無理。
右下ね。OK。依頼されたものを集め終わった後って、一気に依頼主のところまでワープしたくならない？そうだね。ワープ。そういう名前の遠くまで一気に飛べる魔法があるって聞いたんだけど。ちょっとメタっぽいな。あれはやめておいた方がいい。ん？どうして？何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突してみんな引きにくになったから。あ、それはやめておいた方がいいね。あれね、やめておき。五条悟のその瞬間移動みたいなのも発動条件があるみたいなこと言ってたもんな。そういうことだよね。これで帰り道合ってるよね。オッケーオッケー。帰ってきた。チタン合金よかった。でも何の武器強化できるんだろう。私使ってるやつ強化できんのかな。これ強化できるなら鬼熱いけどな。ネズミ、ネズ、あ、よかった、薬草使ったからな。いや、あ、セーブセーブ。ネズミの尻尾何に使うんだろう。よしよしよし。あら、あっと、あ、こっちかこっちか。いや、怖かった。でもやっぱ戦い方が下手なんだなということが分かったね。改めて自覚したわ。寂しいんだもん、寂しいんだもん。お母さん。でもお母さんおらんかったよ。お帰りなさい。うん、素材を取ってきたよ。ありがとうございます。すぐに武器を強化しますね。よろしくお願いします。ここは有料なんですが、特別に今回は無料で結構です。あざーす。はい、どうぞ。あれ、全部はやった。うちも営業することができます。ありがとうございました。お母さん。どうしたの。ああ、お騒がせしてすみません。弟が母さんを探しに行くって。やめとけやめとけ、無理だって。もうちょっと待ってたらきっと帰ってくるから、待ってよな。なんかこの弟の声がさ、完全に幼い子供の声じゃないせいか、ちょっとイラッとするな。シロシロ、皆まで言うな。もう分かっておる。こやつらの母親を探せばいいのだろう。それって今じゃなきゃダメ。いいです、いいです。そこまでしてもらったら申し訳なくて。そんなの気にしないでいいよ。気にしてよ。あの、母さんは。あ、お兄ちゃんはもう分かってる。いえ、何でもないです。いつも母さんは山の奥の方まで入っていっています。エレベーターを使うと思いますから、起動パスコードをお渡ししておきます。母さんはいつもエレベーターで地下に行ってます。それはそうと、武器の強化ならいつでも受けたまわりますよ。強化。ヤギ、あ、レベル2になってる。あー、強くなってるね。あ、いいねいいね。あー、ちょっとナインズの武器卒業だな。錆びた塊。ヤギの毛皮は水晶。チタン合金。なるほど。強化できそうな雰囲気はあるけど。なるほどね。ありがとうございます。ちょっと。
っと心残りだったんで一回挑みます。で、衣装もね、これあのダウンロードコンテンツでもらえたやつなのよ。わかる？あ、ちょっと今見えないけどナインズの服着てるんですよ。いいですね。とりあえず作戦としてはあれよ、敵、あ、間違った。あれ？あ、X、バツか。とりあえず敵を全部スルーしていこうっていう作戦なんだけど、敵が出てこないんだよな。この村はもう終わりだな。一回やったらもう出ない。ってことはもうこの時点で来てよかったね。正解だね。このクエスト本当心残りだったのよ。出ないよね。出ないよね。いいよね。おっしゃ、来た。やった、クリアで。あ、なんかこうすごい修羅場何沼る気でいたんだけど。よかった。荷物を届けるよう頼まれたんですが。はい、私宛ての荷物ならばそこに置いてさっさと出て行ってくれ。あの印鑑くれません？あのちゃんと受け取りましたっていう証明にさ。分かりました。それじゃあここに置いておきますね。ああ、今流行りの置き配ってやつね。とりあえず受け取ってもらえたってことでいいよね。広告に戻ろう。うん、いいんだな。よし、帰ろう。さあ帰ってまいりました。ここ見えるな。どうすかこれ、衣装いいよね。いや懐かしいな。私オートマタの時にこの主人公の服をナインズに着せてたんだよ。で、今度はこっちの主人公にナインズの服を着せているという。あ、こういうの熱いよな。荷物、うん、無事に届け終わったよ。ありがとう、助かったよ。意外と簡単だったよ。根はいい人なんだけど人と話すのが苦手でね。あ、根はいい人なんだ。これはお礼ね。はいはい。お、え、めっちゃもらった。で、あとね、あの卵とジンギスカンを届けて、まああのコンプリートですね。確かね、武器もなんか、ほら物語があるのよ。あのオートマタみたいにあるんじゃないのかなって見たらあって、 まだ内容見てないんだけど、まずこれから見るか。ガッガッガッガ、採掘場で男たちが汗を流しながら鉄の石を削っている男たちの陽気な歌が暗い洞窟に響き渡る。ヘイホーヘイホーガイ、あの白雪姫の、俺たちは労働者、鉱山の労働者、土にまみれた労働者、今日も元気に鉄を掘る。ん？何の話？いや、次これ見るか。ポット、司令部へ通信。対象の破壊を確認。任務完了した。残骸回収後、バンカーに帰投する以上。2B じゃん。2B じゃん。ってことは、こっちナインズの話？マジ？やば、ドキドキする。いや、見るよ、見るよ。起動セットアップを始めますね。僕は目の前で眠るあなたに話しかける。もう少し寝かせてあげたかったんですけど、これも命令なので。マジか。マジか。ちょっとこれ、エモすぎない？うえぇ、うわぁ、ああ。マジか。敵出てくる？ここ、前来た時は出てこなかったんだ。え、あ、あれは犬が倒れておる。マジか、行こっか。じゃあついでに、あ、おじいちゃんになんて言おう。待ってる。
よし。あ、自動で回り込みしてくれる。マジか。意外と強い。おじいさん悲しむだろうな。口に何か加えている。お前セリフ飛ばしちゃった。何？ジョンの薬草？何かの葉っぱみたい。この葉を取りにこのような危険な場所まで来たのだ、ゲイ。そうみたいだね。せめてこの葉っぱだけでもおじいさんの元へ届けよう。え？せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。うーん、哲学だね。シロ、さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれんな。そんなの寂しいよ。あーなあ、何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。だいたいシロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。うわー、フラグだ。これフラグだな。あ、おじいちゃん、報告しにくいな。あれ、おじいちゃん、あれ、この家のおじいさんはどうしたんですか？じいさんは先日亡くなったんだ。もともと心臓を患っていてね。これ思ったの、あのジョンがさ、なんで薬草を加えてたかって、おじいちゃんのためなんじゃない？そうか、ちょうどジョンと一緒に行っちゃったんだね、うん、そういえば探してたジョンが最後に加えていた葉があるんです、うん、これはじいさんが心臓の薬にして飲んでいた葉だ。やっぱそうだ。まさかジョンはこれを知って取りに行っていた。そうか、あんたには世話になったな。これ少ないけど取っといてくれ。はい、やった。主人思いのいい犬であったな、うん、天国でもじいさんとジョンは仲良くやっているかな。やってると思うな。ああ、きっとそうだと思うよ、うん、そうに決まってる。うん、あー、やっぱりそうだっただと思ったんだよな。ちょっと手を出してみようか。イノシシだ。あの程度ならお前にも狩ることができる。あ、マジ？あいつ強いんだよ。おお。やっぱり無理。やっぱり無理。いや、でも攻撃は単調だからいけるのでは。あ、まだか。
おじいちゃんやったよ。どうすか。おお、イノシシを買ってくれたか。ありがとう。はい。イノシシの牙も手に入れたようだな、うん、それを持つ戦士にはイノシシが敬意を払ってくれるらしい。騎乗イベント。本当かどうかは知らないが、慣れれば乗せてくれるようになるそうだ。試してみるのもいいんじゃないか。ああ、イノシシ。え、移動、突進、ドリフト。操作が多い。 L2 押したまま。あ、ドリフト、突進、 R2。 やった。これで安心して平原を歩けるよ。よかったです。あ、え、なんか今矢印出てたから置いたけど。え、ユナはもう大きいからお兄ちゃんがいなくても平気だよ。でもたまに寂しいと思うよ。そんな時ヨナはお空を見ます。この空がお兄ちゃんのいる町の空と お兄ちゃんのいる町の、いや、お兄ちゃんいるじゃん、そばに。今変な格好してるけど、え、どういうこと。あれの、あの手紙のヨナちゃんはこのヨナちゃんではない。え、ヨナ、氷河期から届いてる。ありがとうお兄ちゃん。あ、ヨナ、ん、え、え、何これ。どうしよっかな。具の大きさ、煮込みすぎないように。そうだな、煮込みすぎると焦げる可能性がある。煮込みすぎないように気をつけるんだよ。うん、気をつけるね。かわいい。あ、座ってる。あ、確かに具は崩れてない。でも口に入らないほど具が大きい。嘘だろ、嘘だろ。お兄ちゃん、食べて食べて。でも食べないわけにいかないよな。うん、いただくよ。なんか服装ミスったな。明日もしばらく寝込むことになりそう。え、そこまで。ポイズンクッキング。え、なんかグラグラしてんじゃん。